ベンさん、収録日は月曜日で4月10日なんですけれども、実は2005年の4月10日プレミアリーグのある記録が生まれた日なんですってね。はい、はい、ある記録です。ある記録ちょっと懐かしいですけども、18年前ですよ。何だったんでしょう。ちなみに、ジェームズ・ボーンが最年少ゴール記録を更新して、ジェームズ・ボーン、はい、エバートンですね。はい、はい、あの時代ってまずルーニーが更新したじゃないですか。そうかそうか。でミルナーがすぐ更新して、はいはいはい、でボーンも来て、はいはい、一気に結構ね3年ぐらいか、3、4年のスパンでパパワーンって来たんですけど、そこからもう18年そうね、まあ16歳だからそれを更新する、はい、今のプレミアリーグでさ、はい、16歳の出番が確かにそんなないでしょ。ないです、ね、アーセナルのノアンネリ選手が15歳で出てたっていうのがちょっと話題になったんですけども、はい、あれから全然出てないし、うん、相当のことがない限り、はい、なかなかないですけども、ジェーンでもね、もちろんルーニーがすごいキャリア送ってきましたし、ビ、はい、うん、はい、ルナも今も続いてるすごいキャリアですけど、先日だってね、今節は出場なかったですけど、その前610試合で、まあ、3番目ですもんね、あのランパードを超えて出場数でいった。でも不思議にもジェームズ・ボーンがその後どうなったか、はい、私調べないとわからなかったんですよ、はい、でもエバートン所属が、はい、結構長く続いたんですけど、うん、2011年まで、はい、でその後基本的にチャンピオンシップ、うん、リーグ1リーグ2の選手になって少しずつ下に行ったんですね、はい、でも最後のシーズンリーグ24部でトランミアの選手として29試合で18ゴール、うん、だから最後めっちゃ良かったですね、はい、あ、それでもう引退したんですね。ええ、そうですね。なるほど、はい、16歳8ヶ月27日ですから27日、うん、これね、いつ誰かが更新する日が来るのかもどうかですよね、うん、なるほど。皆さん今週はあれですね、ちゃんとこうプレミアリーグの話題からスタートしましたね。そうですね、どうでもいいトークがこれまで多かったんですけどそれはもう視聴者の皆さんどうお考えか、もう人それぞれですか ね、うん、結構こう分かれるみたいですよ。本当、ね、もうちゃんともうフットボールだ、そもそもプレミアリーグフリークスなんだから、プレミアリーグの話さっさとしろっていう人と、はい、逆に我々のなんかその普段聞けない話を聞きたいっていうちょっとマニアックな方もいらっしゃるので、うん、はいはい、私この前めっちゃくちゃある人に褒めていただいたんですよ。イケメンだとか、はい、男前だとか、はい、フレンドリーだとか、はい、話すのが楽しいとか、はい、口元が可愛すぎてキュンしたくなるくらいとか、はい、いきなり言われたんですよすごいですね。そう、また結構グイグイな感じですね。そう、急にですね、はい、その相手がですね、配達員のおっちゃんでした嬉しかったですけど、ね、こんなに褒められて、はい、嬉しいのは嬉しいんですけども、女性にはなかなかこんなに褒められないんですよねちょっと思いました。いや、わかんないですよ、実はいっぱいいるかもしれないですから。わかんないですけど、じゃあちょっと確認なんですけど、今のお話はちゃんとベンさんのその何ですかね、フットボール、まあ、コメンテーターという、そのものを見てのお話なのか、それともちょっとした配達でのお話の中での話なのか、どっち。あ、多分見てないと思います。見て、私のこと。あ、そうか。あ、じゃあもう本当にそのじゃあはじなんかこう持ってきて配達してきて、ちょっとしたやり取りで、あ、ベンベブリさんですか、なんとか。あ、それじゃそれないね、いつも私のことベンジャミンさんって呼んでるから。あ、そうかそうか、ベンジャミン。それなんかもう私ね、クレジットカードとか、はい、なんか本当はベンジャミンですから、はいはい、何かネットで注文したものを配達してくれるときは、はい、もう大体名前がベンジャミンってなってるので、はい、それで覚えてくれてると思いますので全然そうテレビとか関係ないと、ね、関係ない関係ない、本当にそれ俗に言う一目惚れじゃないですか。そう、普通のもう一客さんだけっていう感じですけども、はいはいはい、そうなんですね、そういうことあるんだ。メイさん、ちょっと今ちょうど一目惚れっていうところで、日本で結構一目惚れっていうのはあるじゃないですか、はい、どうなんですか、その例えば、イギリスの恋愛で一目惚れでもう始まることが多いのか、それともあんまりこうなんだろうな、その一瞬にしてとかっていうよりはこう、あ、まあ Love at first sight って言うんですよね。だからもう同じことなんですね。ほぼ、はい、文字通りの意味で同じ現象 があるんですけども、まあ、実際のリアルライフではどれぐらい起こるかは、まあ、それは理想としてね、うん、映画とかで描かれますので、はい、あるんですけども、まあ、わかりません。でもこれあの万国共通なんですけどね、大体日本のドラマだと、うん、よくあるのが、うん、大体どっかでぶつかるんですよ必ず、はいはい、街中でぶつかって、ね、なんかね、書類とかバサバサっと落として、はいはいはい、それを拾って、でその後必ず再会するんですよ、はいはいはい、
なかなか最近私そういうのがないんですよね。ベンさん求めてらっしゃるそうなので、どこかでよかったらぶつかってあげていただけたら。ベンさん、ね、怖い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 。いやでもそういうきっかけもあるかもしれないですね、はいはい、ということで、もうスタッフが早く先に行けっていう挨拶もしてないんですよね。そうなんです、挨拶しないです。すいません、改めまして、普段サッカー実況をしております野村明宏です。そして毎度毎度フットボールコメンテーターベン・メイブリです。はい、この番組はダゾーンオリジナルコンテンツフットボールフリークスから派生した音声コンテンツで、週末のプレミアリーグの振り返りや気になるトピックを中心に、イングランドサッカーの魅力を皆様にお届けしております。なお今週の特集なんですが、本当は3位古豪復活を目指すアストンビラということで、これはちょっとベンさんにたっぷりとお話ししていただきたいと思います。アストンビラの好調の理由、そして古豪復活に向けた未来への取り組みについてもちょっと深掘りしていきたいと思っております。それではプレミアリーグフリークスボイス第6回始めます。プレミアリーグフリークスボイス。さて30節を終えての順位表を確認しながら前節の話題に触れていきたいと思います。まず優勝争いですけれども、今節まず先にゲームがあったのがマンチェスターシティですが、4対1でサウサンプトンアウェーで勝ちました。それを受けて、アーセナルはアウェーでのリバプール戦ということになりましたけれども、これ2対2の引き分けになりました。これによって1位アーセナル、2位マンチェスターシティは変わらずなんですが、1試合マンチェスターシティの方が消化が少ない状況で、ベンさん勝ち点の差は6に縮まりましたね。そうですね、マンチェスターシティこれまでリーグ戦では3連勝が精一杯だったという話以前しましたけれども、うん、はい、これでリーグ戦では5連勝になっていて、うん、はい、公式戦で8、うん、それまではもう6が精一杯だったんで、はい、ね、マンチェスターシティらしいもうシーズン後半戦に入って全勝というペースは今シーズンなかなか見られないと思いきや、はい、一番大事なタイミングでそのペースを掴んだのかもしれません。サウサンプトン戦は、はい、まあ、いくらサウサンプトン最下位だとはいえ難しい前半にはなってました、はい、マンチェスターシティでなかなか決定機を作れていない、状態で、まあ、45分迎えたんですけども、まあ、デブライナがますます左サイドに流れるような流れがあって、グリーリッシュとの連携もあって素晴らしいクロスを入れると、うん、はい、もちろんハーランドが決めるっていうのがあったんですけども、その後、ね、1点目が入ると、まあ、それでさすがシティという後半になりました。そうですね、まあ、そして先に点が入るということになりますと、ベンさんアーセナルの方は先に2点入ったんですけれども、うん、ちょっとそこから完全に流れ変わりまして、まあ、確かに、はい、まあ、相手がサウサンプトンではなくてリバプールだったんですけども、はい、いやすごい試合でした。セリーグでした、そう、私は担当させていただいたのですけども、この収録があるので月曜日に、はい、ですからもう日曜日の夜の一番遅い時間に解説やって、それがちょっと眠くなるようなゲームとかだったら実は私は都合がいいんですけども、すごい大興奮のゲームになりました、はい、もうそれ終わったら早速コンビニ行ってビール買って、これちょっと今の興奮を落ち着かせないともう絶対眠れないなと思ったんですけども、すごいすごいゲームでした。アーセナルが前半のまあ35分40分あたりまで本当に強かったです、はい、一方でリバプールはちょっと目が覚めていないような感じ、うん、そのアンフィールドになってしまっていて、はい、まあ、アーセナルの完勝のペースになってたんですけども、はい、昨シーズンの同カードと似たような現象が、はい、起きました。それはちょっと口喧嘩みたいなシーンでアンフィールドの目が覚めたということがありました、はい、で昨シーズンはね、うん、アルテタ監督がタッチラインでクロップ監督と言い合いをして、はい、そこからアンフィールドの雰囲気がすごく熱くなって、うん、0-0 だったのが、はい、いきなり 4-0 になりました、はいはい、この試合は完全にアーセナルペース、まあ、本当に本当に強かったんで、はい、リバプールはそれに対していつものプレスのインテンシティか、もう今シーズンいつもは言えないですけども、はい、本来のプレスのインテンシティは全く出せなくて、うん、はい、アーセナル非常に精度高い、つなぎをしていて、マルティネリとジェズスがゴールを決めていたんですけども、
ジャッカーとアレクサンダー・アーノルドのちょっと言い合いがあった、はい、あのアンフィールドのサポーターが見たら、はい、おいおいおいって熱くなって、はい、それがチームの熱さにも変わって、はい、全然違うゲームになりました、はい、で、まあ、1点返した時間が大事だったと思います、はい、42分だったと思いますけども、はいね、ジョータがすごいベン・ホワイトを背負ってターンしながらボールを受けてパスを出してそれで攻撃の起点作れたんですけども、はい、まあ、最終的にファーでサラが決めるというゴールでした、はい、もし 0-2 で折り返すことができれば、はい、アーセナルにとってまたなんか雰囲気が静まって、うん、あこれでもう大丈夫乗り切ったってなったのかもしれませんけども、はい、その時間に点が入ったのでリバプールの雰囲気がそのままで、またすごかったのが後半開始まだ早い時間帯に PK リバプールが取ったんですね。ちょっと判定は厳しいかなとは思ったんですけども、サラが2回連続失敗しちゃった。普通のチームだったらそれで、あ、せっかく勢いがあったのに、あ、ちょっと悔しいなって雰囲気がまたちょっと落ち着いたはずですけども、一瞬も落ち着くことなく最後までずっとずっと圧倒する流れが続きました。それはアンフィールドの調子がいいリバプールだなと思ったんですけども、結局87分でしたっけ、はい、まあ、フィルミーノのゴールで、同点に追いついたのが精一杯で、まあ、順位表それぞれのチームの状況を見るとどちらも引き分けがちょっと都合悪い、勝ちたかった、はい、アーセナルはこれで、まあ、アーセナルまだまだね、自力で優勝できますけども、はい、シティも自力で優勝できるというそれ直接対決次第ということになるので、シティが勝てば、まあ、勝ち点に並ぶ可能性があるという状況になったので、アーセナル勝ちたかった。リバプールを本当にいい結果にしたんですけども、それでもリーグ戦4試合勝利なしで、トップ4との勝ち点差が12、もし勝って10にしたとすれば、この後ホーム戦が多いのでまだまだトップ4が見えるかもしれませんけども、調子が良くなっても12ポイントを9試合で逆転するのがちょっと難しいので、どちらも勝ちたかった。だけどもうちょっとその気持ちが落ち着いたらどちらもすごいゲームしたなって、はい、でポジティブがいろいろあると思います。このね、なんか凄さがまたシーズン終盤アーセナルとマンチェスターシティのこの優勝争いもね、スリリングになるのかなっていうのはちょっと加藤を予感させるような感じがしましたよね、うんうん。さあそしてトップ4争いなんですけれども、まあ、こちらは、5位スパーズと6位ブライトンの直接対決がありましたけれども、最終的には2対1スパーズ勝利。ただウェンさん、これまたあのブライトンに関しては今シーズン3回目なんですね。審判協会からあの謝りお詫びが入りまして、嬉しくないでしょ、はい、誤審ですね。三笘選手が、倒されましたけど、ホイビュアにあれがノーファールと判定されたけども実は PK だったっていう誤審ですね。 それまでの、まあ、ブライトンからすると都合が悪い VTR の判定とかも、はい、副審の判定とかもあったりしていて、うん、まあ、三笘のゴールが取り消されたの、はい、今のルール上もしね、私がなんかスローで見ててもそれ肩なのか、はい、腕なのかちょっと分からなかった、はい、胸なのかちょっと分からなかったんですけども、はい、それ腕だったとすれば、はい、これぐらいならと思ってしまいますが、今の規則の表現ではそれもノーゴールになってしまいます。 そしてマッカレスターの方も、うん、確かに、いやでもそれでも腰だったかもしれないとリプレイ見たら思ったのですけども、ウェルベックのシュートがマッカレスターに当たってゴールに入った、はい、それでマッカレスターのゴール、うん、でマッカレスターのどこに当たったかっていうと、それが肘だったとすればノーゴールになる、はい、これノーゴールにするというルールそのものがおかしいと私は思ってますけども、うん、そのルールだったら本当に肘だったとすれば腰じゃなくて、はい、それを取り消すしかないのですが、うん、PK のシーン、あれはまあ謝罪しますね、うん、もう PGMOL が、はい、完全にもう三笘がホイビアにもう倒されたっていうシーンだったんですけども、そんな流れであれでちょっと不運の判定がそもそもついてた中で、これも PK にしてくれないというのがすごくまあ不満になると思います。あとね、このゲームでですね、何がきっかけだったかよく分かりませんけども、開始前からステリーにデゼルビーちょっと言い合ってましたよね。開始前から言い合ってましたよね。そう、まあ両監督の試合後インタビュー見てたら、デゼルビー監督は、俺はどの監督誰もリスペクトしているので同じくリスペクトしてもらいたい、
まあ、それはいや理解できるけど、うん、じゃあ、はい、リスペクトしてもらっていないって思ったのは何でだったか知りたかった、うん、はい、ステリーニ監督はいや俺はスパーズの監督なんでスパーズの話しかしたくないとか言ってましたんで、うん、はい、まあ気になります ね、そうどうなったか、ね、2人、まあ、退場になりましたから、そうその後退場になって、はい、もう それでまあチャンピオンズリーグトップ4のかかってるビッグゲームっていうのが両監督の雰囲気から伝わったので、うん、はい、中立目線で見てたらそれがすごく気になったんですけども、うん、まあスパーズ最近あんまりいい流れではなかったので、うん、内容関係なく勝てたの大きいですよね、うん、もちろんスパーズはすごくクオリティの高い選手たちたくさん持ってて、今シーズンあんまり活躍できていないソン・フンミンが、はい、うん、まあ、めちゃくちゃ素晴らしいゴールを決めたので、はい、結果良かったので良かった、うん、でこれで残りスパーズは、まあ周りよりちょっと1試合多いですけども残り8試合で本来の調子を見せることができれば、うん、はい、まだねニューカッスルとマンチェスターユナイテッドと直接対決今月控えているので、うん、はい、全然すぐでもトップ4に入れそうですね。そうですね、うん、まあ、今3位がニューカッスル、うん、4位がマンチェスターユナイテッドで勝ち点ともに56、1試合消化が多くてトッテナムが勝ち点53で5位という順位になっています、うん、ちなみに、ね、先ほどあのソン・フンミンのゴールという話がありましたがプレミアリーグ100ゴール目でしたね。そうですね、はい、ええ、節目のゴールを決めたということになります、まあ、そして、その下に実はアストンビラが上がってきまして、6位になりましたけど、うん、これはまた後ほどアストンビラについてお話をしていただきたいと思います、はい、さあそしてそのね降格圏内というところの話ですけれども残留争いですが9チームがまあ残留争いをまあしているという状況ですけれども勝った4チームが上にいまして負けた5チームが下にいるという分かりやすい形になりました。ちなみに12位クリスタルパレス、13位ウルブズ、そして14位がウエストハムで15位がボーンマス、ここまでが週末勝ちました。ウルブズはねチェルシーランパードの初陣に勝ったというところになりましたけれども、はい、その話は今日 あるんですか時間ないあいいんですか、あしたくないかなと思ったんですけど、ランパードがねまさかここで急に、はい、今シーズン限りですけれども、はいはい、監督に就任しまして、まあ誰もがやってもというところですからレジェンドが引き受けてくれたのかなっていう感じでありますよね、うん、まあ、チームをまとめるというか気持ち的な部分で、いいと思いますよ、うん、でウィンウィンだと思いますし、うん、サポートは必ず現地サポート喜ぶし歓迎する、うん、はい、正式監督にするべきではないと思いますし、はい、チャンピオンズリーグとか優勝したりすれば正式監督にしないといけないというような雰囲気ですけども、つなぎとしてちょうどいいと思います、はい、で本人もチェルシーとちょっと嫌な別れ方になってしまっていたんで、はい、エバトンで全然うまくいかなかった、はい、最後14試合で11も負けたので、すぐにはもうプレミアリーグの仕事絶対ないはずですけども、はい、チェルシー行って、ね、それでチェルシーでちょっと安定させて成績を残せば、はい、彼のこの後の監督キャリアがいきなりポジティブな方向に、はい、持っていけると思いますし、でレジェンドが歓迎されて雰囲気がサポートの雰囲気ちょっとねポッター前監督に怒ってたサポート多かったんですけど、はい、必ず最後までランパード応援すると思います、うん、でそれはもうプラスしかないと思います、うん、ノープレッシャーですし、そうね、もうリーグ戦の順位、はい、トップ4にまず入らない、はい、でもう今シーズン唯一残された目標が、はい、今シーズンのチャンピオンズリーグですけども、はい、敗退してもそれは仕方がないんで、うん、それイコール失敗にはならないので、はい、プレッシャーがあまりないと思います、はい、ですから、まあ、ウルセ戦でもいろいろとちょっと試すことはできましたし、うん、シーズン最後までいろいろと試してそしてまあ上層部とこの選手はちょっと、はい、とか、はい、この、ね、この選手もっと使えばいいです、うん、面白いですよ、はい、とかそういう話もできそうで、うん、まあですね、まあね、これからまあその来シーズンに向けてというところで、まあ、チェルシーにはということですけれどもね、ウルブズはもう上がってきて、まあ、勝ち点31までなりましたし、うん、でウエスタンも上がってきましたし、うん、ただこの直接対決というのが、まあ、ボーンマスが15位になったんですけど、これレスターとボーンマスというね会同士のベーさん戦いがあったわけですけれども、今節はこの両チームでいきますとボーンマスの、0-1 の勝利ということになりましたね、うん、この試合を見て、はい、あることちょっと考えましたね、はい、今シーズンの開幕の時点でどれだけのプレミアリーグのチームが残留争いの覚悟でシーズンを臨んだか、うん、はい、ひょっとすればボーマスだけだったかもしれません。確かにボーマスだけちょっと難しいって最初から言われてましたもんね、はい、ちょっと残留するのもちょっと厳しいんじゃないか1チームだけみたいな言われてますよね。そう、昇格1年目でまず残留できれば成功だっていうのが最初からあったんですけども、うん、でも残留争いには
ある程度タフさが必要、はい、そのもともとその残留を争う覚悟が持ってたボンマスが、うん、それが今効いてるかもしれません。でここ8試合で4つ勝っています、ここ11試合で14ポイントですけども、基本的にパフォーマンスずっといい、はい、でひょっとしたら戦力的に最弱のチームかもしれませんけども、はい、パフォーマンスは全然悪くないです。残留争いの覚悟を持っているのがボーマスの強み、はい、一方レスター、これでクラブ史上で初めてホーム5連敗で、ここ公式戦で9試合勝利なし、引き分け1つ、それ以外も8試合負けている、はい、タフさ全く感じない、はい、で監督いなくなりましたけども、うん、じゃあ次期監督の方向性、うん、どうなの。それも変わりまくってるみたいですね。変わりまくってますよね。少し前とかずっとジェシー・マーシュで、まずポッターの話がありましたよね。でポッターともちょっと今シーズンお休みしたいみたいになって、でジェシー・マーシュリーズが、まあ、解任されたのでこちらへっていうことになって、どうもこれは肌になったっぽいんですか、ベンさん。見たいですね、はい。タイムズという新聞によると、本ジェシー・マーシュが断った、はい、スカイスポーツの報道では、まあ、レスターが取りやめても、うん、とにかくいろいろと条件で合意に至らなかったのが確かで、はい、じゃあどうするかという問題にまたなります、うん、それでもう暫定監督ベニテスとか、そういうなんか残留争いに強い監督にするのか、もともとね昔からグレーム・ポッターを評価していて、ロジャーズがいなくなった時に次ポッターがいいとブライトン時代から考えてたみたいですね、はい。でまあ、ロジャーズで活躍したらロジャーズも引き抜かれるかもしれませんけども、うん、はい、ブライトンから引き抜けると思ってたんですけども、うん、先にチェルシーに、はい、引き抜かれたのでその状況が変わったんですけども、はい、たまたま空いている。だから長期目線では来季からポッターがいいという考え方は変わってないんですけども、はい、今すぐは通れない、はい。でそれでもともとロジャーズを切ったタイミングでできるだけ、今の監督代行2人で残留を決めた上で立ち位置が強くなって、プレミアリーグのチーム結構メンバーが強い、ポッター監督来てからさって読んだら結構魅力的、そういうイメージを描いたんですけども、チームが全然弱くて降格しちゃうかもしれない。でそれでプラン B として、どうやらじゃあ今シーズンいっぱいまで残留争いの強い監督を呼んで、それで残留決めたら売買して来季またポッターにアピールする。でもそれでもうまくいかないかもしれない。もっと今一番来てくれる監督で一番いい監督取るしかないとジェシー・マーシュにアプローチした、そういう流れになったみたいですけども、結構の方向転換。それでも決まらないんだったら次どうするか、ひょっとしたらシーズンの頭から残留争いを想定したプランがそもそもなかったんでしょうし、チームもクラブも残留争いの覚悟がなかったのが今一番問題かもしれません。ボンマスはあるからちょっと強くなってきてます。そうですよね。またね、順位表というところもどうなるのかというのもね、今後見逃せないところですけれども、はい、さて先ほどちょっと順位表の中で後ほど触れるという話をしましたけれども、6位に浮上してきましたアストンビラ、ね、これはやはり今ちょっと特集しなければいけないだろうということで、はい、これちょっと、まあ、ベンさんがですねちょっと触れた言葉を借りて、本当は3位、古豪復活を目指すアストンビラをテーマに今週は話していきたいと思います。Thank you very much for watching Premier League Freaks all year. I hope that we can bring you the best title race in history as we promised earlier in this program. But who knows? It may be that Chelsea ruin it for everybody again. 今シーズンの今までにない、はい、はい、タイトルレースをお届けしたいということでございます。いや、嬉しいかもしれないなということでございます。ベンさんがツイッターで紹介をしていましたけれども、エミリー就任以降のアストンビラはすごいことになってるんですね。そうですよ、まあ、都合のいいタイミングで実際に6位までいきなり浮上してくれたんですけども、はいはい、今、まあ、このまま終わればヨーロッパリーグに行きそうで、はい、まあ、カップ優勝チーム次第でもありますし、最低でもコンフェレンスリーグ行きそうな流れ、その勢いに今なってるんですけども、もうジェラード時代の成績を全部カットして、はい、エメリー監督が就任した11月1日以降の全チーム全試合の成績を順位表にまとめると、はい、アストンビラ3位なんですよ。
これがこの3位というところの要因なわけですね。そうで、それ最近のことじゃなくて、もうほぼ半シーズン経過してそのペースですから、うん、はい、もう決して偶然ではないですね。今まで言うとアーセナルが18試合で42ポイント、はい、マンチェスターシティが17試合で38ポイント、うん、アストンヴィラが17試合で35ポイント、はい、でその下にマンチェスターユナイテッド17試合で33、うん、ニューカッスル16試合で32ですから、もう実際にこの期間で、はい、アストンヴィラがマンチェスターユナイテッドやニューカッスルよりも多くの勝ち点稼いでますし、はい、シティとそう変わらない成績なんで、うん、本当にすごい。すごいですよね。もう、まあ、そんな絶好調のアストンビラですけれども、まあ、古豪復活へ向けてということにもなってくるかと思いますが、うん、今回はですね、3つのポイントでちょっと掘り下げていきたいと思っております、うん、まず1つ目、指揮官ウナイエメリということですね、うん、まあ、もちろん、まあ、ジェラードから、まあ、ウナイエメリに変わって、まあ、完全にエメリに変わってこれ好転したということですもんね。そうですね、まあ、やり方も変えて、使う選手、信頼する選手もジェラード前監督とは違うんです、はい、ですけども、エメリ監督は就任が決まったら、まあ、代表ウィークの時間もちょっとあったのかもしれませんけども、はい、家でめちゃくちゃヴィラのそれまでの試合を見て分析して、チームの課題をものすごくよく理解した上で、分析した上で監督になったので、ですから結構すぐにいろいろと変えられたんですね。セットプレー守備がもともとすごいウィークポイントだったんですね、ジェラード時代で。今もプレイスタイルはラインが高い、縦が速い、だけどカウンター食らえる、ちょっと横幅そんなに広くないっていうのもあって、相手にコーナーキックの数はまだまだ多い。だからセットプレイからの失点の割合まだ高いんですけども、それはもう承知の上で、今のプレイスタイルでは相手のチャンスはどこから来るとセットプレイの割合が多くなる。だからその守備の改善はしないといけない。ということで、もう練習場でそれに力を入れて、まあ、良くなった。使う選手とセットプレーコーチ、の使い方で、それは良くなったのは確実ですね。そうですね。まあ、エメリー監督のチームってもともと組織力の高いイメージで、でまず守備を固めるかと思ったら、蓋開けたら、結構アグレッシブにいっている、はい、もう重心がすごく高い、それは私を見たらちょっとサプライズだったんですけども、組織がその中でいいので、守備力は高いですね。そこでね、これ好転させたというところですけども、さらにこう野心的な2人のオーナーということで、オーナー2人体制なんですね。そうですね、長くオーナーを務めていたランディ・ラーナーというアメリカ人が昔いたんですけども、まあ、残念ながら、彼がオーラになってから、まあ、アブラマビッチの時代とかなってて、はい、いろいろとプレミアリーグにすごいお金が入ってくるので、はい、プレミアリーグ基準では全然お金持ちの方ではなかったんで、ヴィラがそれでちょっと、まあ、低迷し始めたんですけども、一回オーナーが変わって、トニー・ジャーという中国系のオーナーになったんですけども、それでちょっと経営不振にもなったんで、ちょっと問題になったんですけども、今、ナセフ・サウェリスとウェズ・イーデンスという2人が、まあ、オーナーになっているのですけども、すごくそれで経営のベースが安定しています、はい、でその野心的なところとして、最近これがちょっと増えたんですけども、姉妹クラブとかそういう考え方はあるんですよね、はい、まあ、そのクラブをどう使うかっていうのが、まあ、みんなそれぞれですけども、ポルトガルの、ビトリア・ギマラインスというクラブの、株式を、46% 取得しているので、まあ、グループ化に向けてちょっと動いてるんですよね。小川亮也選手がね、プレーしてましたね。そうですよ、FC東京でね、プレーしてましたけども。で、はい、例えばですね、イギリスが EU 離脱をして、それでイングランドのプレミアリーグでプレー、外国人選手がプレーできる条件がちょっと変わったのですけども、はい、南米のリーグからいきなり取るのが難しい、はい、ですが、南米のリーグから一旦ポルトガルに行って、1年でも活躍すれば、はい、プレミアリーグにすぐワークパーミットが降りるケースが多いですから、はい、そういう考え方で、じゃあまずヴィトリアを、はい、強化して、そこで活躍した選手が次のステップアップの場所としてヴィラに行けるという道は、まあ、開く。あれ、どっかで聞いたの、ブライトンのユニオン・サンジロワーズとなんか似てるような感じがします、ね、だけどそれがウィンウィンなのであれば大丈夫だと思います、はいはい、うん、もうユニオンだってものすごくみんなブライトンに行ってるわけじゃなくて、はい、ないですね、ごく一部ですけども、はい、ユニオンってベルギーではもう古豪ですけども、ずっと2部で低迷していて、はい、うん、でトーニー・ブルームがオーナーになって、
もう一部のに昇格して、はい、いきなり1年目から優勝争うレベルになったので、それはもうウィンウィンになってます。そうです、だってヨーロッパリーグだってまだ勝ち残ってるでしょ。そうです で, ですからそれが結構いい前例になっています。う、はい、もうどうしてもヴィトリアがベンフィカの規模に なることはないですけども、はいはい、だけど時々優勝を争うことは考えられます。それで大活躍した選手がどうせ引き抜かれるんだったら、うん、まあ、ポルトガルリーグだってそう、ベンフィカだってみんな引き抜かれるじゃないですか、はい、でもそれでアストンビラにステップアップしていけるというのがウィンウィンなんで、おそらくそれがまあイメージなんじゃないかなと思います。こういうまあモデルがしっかりとできてるっていうことですよね、まあ、さらに育成改革も力入れてるんですね。そうですね、アカデミーの設備を新しく作っているん で,、はい、でそれが町の真ん中にあるのが大きい、ね、真ん中にあるんですか。なんかシティ、マンチェスターシティみたいな感じですよね。そうですね、なもうバーミンガムとその周辺にですね、はい、バーミンガムシティもいて、はい、で近くにウェストブロミッチアルビオンが、いて、はい、ウルバハムとワンダラーズがいるんですけども、スタジアムが結構町の中じゃないですか、はい、ビラパークも、はい、ね、ミラパークもだって電車で進んでいくと、その電車のすぐ横のところにドクデーンとありますもんね、線路の横に、ね、だけど、はい、やはり大きな練習場、今のプレミアリーグではそれがもう基準になっていて、はい、街の中にはその土地がないので、はい、どうしても街の、まあ、外部になるんですよね、はい、でヴィラはその練習場が一番大きいので一番街から実は離れていて、はい、アカデミー、まあ小学生から中学生まで学校終わってから練習場行くのに遠いとちょっとハードルが高いんで、で帰ってもう少し練習場が小さいバーミンガムシティ、ウェストブロミッチの方が行きやすい、通いやすいっていう課題が実は遊びであったんですね。もともとアカデミーが強いヴィラですけども、その課題が大きかった。今街の中で800万ポンドを投資して新たなアカデミー施設を作っているので、それが今年の8月から使えるようになる予定となっています。800万ポンド13億円ぐらいですね。そうですよ、そう、だからもっと地元の、まあ子どもたち、はい、練習に参加してもらえそうですし、うん、はい、それでも町のシンボルにもなりうるし、うん、もうアカデミー育成がもうこれからも強くなっていく、うん、で今ねジェイコブ・ラムシーが大活躍していますし、ヴィラってもともとアカデミーが強い、うん、ですけども、それをさらに強化して、うん、もう今バーミンガムシティやウェストブロミッチに奪われてしまってる有望な子どもたちがこれからヴィラに来てくれるかもしれないという、うん、まあ、地位を作っています。それもすごくオーナー投資ですね。なんかもうファイナンシャルフェアプレーっていろいろ制限があるんですけども、はいはい、アカデミーとかスタジアムとか練習場は自由 で,、うん、ですから、そうですね、それはそんなところにお金を使っているのが、すごく優秀だなと思いました、まあ、どうしても最近こう、ね、急にジェラードからウナイエメリに変わって強くなったじゃないですか、うん、だからウナイエメリのイメージばっかりがそのアストンビラの中で今あると思うんですけど、それとオーナーチーム含めていろんなことにこう今力入れてるっていうことなんですね。そうですね、でそのビジョンを、まあ、共有した上で就任が決まったのですけども、すごく相性がいいと思いますね。まあ、エメリー監督がもちろんアーセナルで以前プレミアリーグやったことがあって、はい、まあ、ベンゲルの次だったので、一番大変な、そして上層部再構築で、はい、なんか1回つまずいてまた再スタートしたので、うん、まあ、多分誰がやってもちょっと難しかったのもあったのですけども、でもそれと同時に結構スター選手たちが何人かいて、はい、エメリー監督の英語が決して完璧じゃなかったので、コミュニケーション力の問題もあったりしていて、選手たちにバカにされる原因でもなってしまったんですけども、エメリーもスター集団じゃなくて、ちょっと若手の多くて中堅クラブを強くするのが得意そうだなと思いますけども、でもアーセナルとかパリ・サンジェルマンとかちょっと大きすぎ、まあ、特にパリ・サンジェルマンだって、ね、はい、あんな人ね、ちょっとまあエゴの塊って言ったらあるんですけど、うん、もうスーパースターばっかりを束ねるのは、まあ、そこでもね、まあ、それなりの結果は出しましたけれども、まあ、どちらかっていうとやっぱセビージャとかビジャレアルでヨーロッパリーグで合計4回取ってるのかな、うんうんうん、まあ、そういうね、ちょっと資金で言うと、まあ、例えばバルセロナやレアルマドリードよりは落ちるかもしれないけど、戦い方でどうそこに対抗していくかみたいな、そういうのがおそらくウナイエメリに合ってるんでしょうね。いや、めちゃくちゃ合ってると思います、うん、私の指揮下では上を目指せますよというビジョンを今エメリー監督がヴィラの選手たちと共有ができていて、結果にすぐつながっているので、あ、この監督が言うことを従えば強くなれる、はい、もうそれで一体感とモチベーションが高まるに違いないと思いますので、確かに最近がいろいろと低迷してきたのかもしれませんけども、はい、本当はビッグクラブ、うんうん、なんで
その地位にまた持っていけるのが、はい、戻していけるのはひょっとしたらエミリー監督かもしれません。そうですね、うん、ちょっとね今後が楽しみなこのアストンビラですけれども、うん、まあ、今ねそのアストンビラのホームタウンというかホームシティはバーミンガムなわけですけれども、ベンさん、はい、最近ちょっとやってなかったですがこのボイスでは今週のワンフレーズと題しましてサッカー観戦旅行などで便利な英語のフレーズを紹介してもらってるんですけど、今回ではちょっとマンチェスターとロンドンの間ぐらいかな、ちょうど中部にあるバーミンガムという都市ですね、はい、でものすごく独特な方言だけじゃなくて訛りが強くて英国内では有名ですけども、私は決してそこのネイティブではないんですよ。私が紹介してもマネになるしで、はい、正しくできる自信がないんですよ。で私が関西弁喋るみたいな感じになっちゃうんですね。そうエセになっちゃう感じになっちゃう。エセになりますんで、でも、はい、たまたまめちゃくちゃいい友達で、はい、バーミンガム生まれ育ちの友達がいるの で、はい、お願いしました。で紹介していただいていますんで、はい、はい、紹介したいと思います。では音声ちょっと聞いてもらいましょうか。いいえ、アワミエバブ。いいえ、アワミエバブ。はい、ということで、ベンさんこれ何語ですかっていうふうに。でしょ私はなんかそのなまりは慣れているので、はい、聞き取れますし、はい、意味も分かりますけども、はい、確かに私が使う英語ではありません、はい、最初呼んでくれていたのが「How are me about?」それは「How are you, mate?」っていう意味で「はい、おい元気?」元気っていう感じですよね、意味ですけども「How are me?」はい、はい、まあ一つの単語になってしまってるんですけども、うん、分けていくと、はい、How、はい、Am、Ya、あじゃなくて Am なんですね。そう、はい、You は Are でしょ、はい、B 動詞では習います。一番最初に習いますよ。日本で言うとね、今もそうなのか、中学校1年生で習います、はい、本当は How are you ですけども、はい、How am you 展開して How am ya になってるんですけども、はい、そして Verb はベイビーがベイブになって、はい、さらに短くなって、短くなってバブになる、はい、確かに私絶対ベイブっていうことはあるかもしれませんけども、はい、バブって言わないんですね。最近の若い人たち英語でベイっていうことがあるんですけど、それもベイブをさらに短くしてベイってするんですけども、バーミンガム周辺の人たちだけバブ、バブに、ああなる、バブになる、ええ、いいえ、アワミエバブ、ギュッとなんて省略、凝縮というか、そうしてはこうなってるんです。全然僕違う、だからどっか違う芸なんていうんですか、アフリカ系の名前にも似てますよね。そうなんですよ、だから最初一瞬これ、ね、ベンさんのお友達お話しして、あ、これなんかアフリカの言語にもありそうだなみたいな感じを最初受けましたけど、もともと英語ですもうバーミンガム生まれの人たちもブラミーって言うんですね。その人たちと方言のこともブラミーって言うんですけども、はい、ブラミーたちはこれ普通に言います。ブラミー同士で普通に使う言い方だそうです、はい、うん、だからもうヴィラパークに行かれる方、はい、もしいらっしゃるとすれば、はい、そんなこと言われてしまうかもしれません。これだって挨拶じゃないですか、だから一番、はい、もう一番可能性としてはだって一番ね、どっかお店に入っていきなり言われる可能性があるってことですね。あ、その可能性ゼロではありません。そう、ね、パブでちょっとお会計しようかなみたいな、ちょっと行って注文しようかなと思っていきなり言われるかもしれないってことですよね、そうですね、ちょっと感じのいいおばさんの店長とかだったらすぐ言ってくること想像できますね。でもこれを知っていくとまたよりね、その土地のことも分かっていくかと思いますので、ぜひこれ分かった上でバーミンガムに、ね、はい、旅行に行ってみたらと思います。それでは続いてはフリークスインサイトのコーナーに行きましょう。リスナーの皆さんからのメールを紹介するフリークスインサイトです。今週のテーマは春という、ちょっとざっくりとしたテーマで、募集をしてみました。早速ご紹介していきます。ペンネームまーちゃんとっくんさんからいただきました。ありがとうございます。春というと桜を思い浮かべるのですが、ピンク色って綺麗ですよね。サッカーのユニフォームでも映えるし目立っていいと思います。日本ではセレッソ大阪、セリエ A ではパレルモがピンクです。イングランドではピンク色がチームカラーのクラブはありますか、ということでベンさんいただいていますけれども、今のプレミアリーグのチームではピンクはないですよね。下行っても見つからないですよ。見つからないですよ。
唯一私思い浮かぶのは、はい、ロックブリーグたまたま今週末トントンタウンを対戦するダレッチハムレットというロンドンのチームがあるのですけども、はいはい、まあノンリーグ勢の中では割と有名な方ですけども、はい、紺色とピンク色のユニフォームで、まあ、半分がピンクですから、はい、そのチームだけしか私には知らないんですよ、はい、もう基本的にないと考えればいいんで、イングランドの、まあ、普通にフットボールで使う色ではないんで、最近ね、時代が変わってアウェイとかサードでエバートンなど着るケースもありますけども、基本的にクラブカラーとしてピンクをメインカラーにしてるケースって基本的にないですね。で、それなんでか、ちょっと考えたり調べたり、人に聞いたりもしましたけども、おそらくもう産業革命の前では結構ピンクって自然には存在しなかったんで、作らないといけないのでちょっと高かったんですね。でイギリスとか、まあ、ヨーロッパでは17世紀から19世紀にかけてお金持ちの人たち、貴族などがちょっとステータスのシンボルとしてピンクなど派手な色を着ることが結構あったんですね。で一般人が着ない。でそれで19世紀の産業革命があって、もう産業が広がってもうちょっと、ね、人口 の, その着色料が作る時代にはなったんですけども、19世紀の半ば後半になると、それでちょうどフットボールがイングランド国内で復旧するんじゃないですか。その時そんな色を着るのは女性で、男性はもう少し、濃い色、まあ、ダークな色を着るのが多い。そしてなんかもうちょっと明るいピンクとかグリーンとか、まあパステルのような色を着るのは女性なんだっていうのがフットボールが広まった時代にあったので、ですから赤とか青とか黒とか、まあ黒は審判の色になったんですけども、そういった色が普及しやすいっていう時代だったんですね。でそれで当時軍事力のシンボルとして赤っていうのがあったんで、それが男が強いカラーは赤で、サッカーチームがよくそれを使ってたんですけども、ピンクは薄くなった赤っていう見方もあるんですね。でそれで一時期男の子供がピンクを着て、それでねちょっと まだ男性だけどまだ大人になってないっていう意味もあったみたいですけども、このフットボールがちょうど広まった時期には、いや弱い赤だから軍事力があまりない、その帝国時代でもあるのでそれも重要だったので、ピンクは強くないっていうニュアンスもどうやらあったみたいですので、ちょっと男が着る色じゃなくなりました。でダレッチハムレットというチームはなぜ違うかというと、もともとその創設メンバーの一人が、ウェストミンスタースクールという、まあパブリックスクールの OB だったんで、その時代のもうお金持ちの人だったので、ピンク色イコールステータスという時代だったんじゃないかなと思います。で、ウェストミンスタースクールの OB チームはピンク色だったんで、ですからその色を借りて、ダレッチハムレットだけ、その色を使ったんですけども。そうなると日本の場合は藍染めとかなので、まあ藍色、まあだからなんだ、紺かとか、あとその戦いで言うと甲冑って鎧兜ね、日本の、で言うと赤、やっぱり赤を着て、赤か、まあ、金か黒か、なので確かにもちろんピンクはないし、で私たまたま先週ザ・フットボール・キッド・ポッドキャストというフットボールユニフォームを語るポッドキャストに出演させてもらったんですけども、 J リーグ、まあ、30周年記念番組だったんで、 J リーグ30年のユニフォームを振り返る番組だったんですけども、まあ、そのホストたち、その出演者、その MC たちがイギリス人とアイルランド人ですけども、 J リーグを見たらもう一瞬これが J リーグだって絵から分かる、その他のリーグになかなかない色が J リーグに多いというイメージが強いと言っていて、それは J リーグが90年代に始まったので、別にイングランドと違って、まあ赤と青しかないじゃなくて、それぞれのチームカラーにアイデンティティを最初から意識して、例えばマセレス大阪のピンクとか湘南ベルマーレの色とか、なかなかそういう明るい感じの色が他のリーグにはなくて、ちょっと J リーグの独特な魅力だっていう話をいただいてたんですけども、
確かに。で日本は今また新しいチームも結構できてるじゃないですか、はい、新しいチームだったらもう今までにない色を使おうというのもできるかもしれないですね。いやそうですね、それで差別化を図って、ねえー、いいと思います、ね、そのうちね、うん、明細とかね、うんうん、なんかあるかもしれない。あとはねちょっと炭治郎柄とかね、うんうん、でいいですね出てくるかもしれないですけど、まあ、そのポッドキャストに出てなんかもう言われてみればそうだなと思ったのがサガントスの色。おお、はい、そのピンクがセカンドカラーなんじゃないですかね。その色はなんかもう、はい、サガントスのナポリってまあベースカラーが似てるのかもしれませんけど、ピンクはそれに使わない。それ使ってるの世界でそんなに多くないはずだけど、サガントスの色がすごく綺麗って言われてみたら、確かにその組み合わせイギリスにまずないんで。確かに、ええ、イギリスで見ないですよね。確かに、でももう見慣れてて、なんかあまりにも我々からすると、ええ、サガントスで見慣れてるから普通な感じがしますけど、はい、確かにないですね、はい、あ、そうだ、面白いですね、うん、どうですかベンさん、このコーナーは5段階評価をベンさんにしていただいて、まあ、評価内容に応じてプレゼントするオリジナルグッズが変わっていきますけれども、ステッカー、はい、パスケース、トートバッグ、 T シャツ、パーカー、マーチャントックンさんには何を差し上げましょうか。まあ、イギリスの歴史いろいろと調べて、自分もわからなかったことを調べる、はい、そしてなんかもうちょっと普段紹介できないような話をするきっかけになったんですけども、はい、うん、残念ながらこの質問内容の中でセレッソ大阪というチーム名を使ったんで、私ガンバ大阪のファンなんですよ。それを先に入れるなんて、私好印象を持つのが極めて難しいことになるんで、ステッカーにします。やっぱりね、僕はねちょっとこれを読んだ時にね、多分ベンさんそこに引っかかるんじゃないかなっていうのはねちょっと危惧してましたけど、ではマーチャントックンさん、ステッカーでございますので、スタッフからの連絡を待っていただきたいと思いますさて来週のテーマはあなたの身近にある各国リーグです。まあ無理やりこじつけてもらっても構わないです、うんうんうん、ね、なんかね僕ちょっと思ったんですけど、ポルトガルリーグの一部の カーサピア、絶対家であるでしょ、マンションで絶対どっかにあると思うんですよ。お、俺住んでますみたいな感じで多分あると思うんですよ、はいはいはい、カーサなんとかって結構家とかで、はいはいはい、ね、ちょっと使うじゃないですか、はいはいはい、もともとそういう意味なんですよね、はいはいはい、はい、いやでもマンション名見たら分からないから調べて、はこれが地名だとかサッカーチームがあるんだとか、はい、それがどうでもいいきっかけになるんですけど、はい、きっかけになったことが大事で、はい、それでなんとなく気になってちょっと応用になったケースで、はい、絶対絶対あると思います、はい、そうですね、ええ、だってチェルシーなんて日本で大体言ったら雨の話になるんで、ええ、そうですね僕の小さい頃はねよく CM がやってましたので、そうですね、まあそういうのでも何でもいいので、ええ、プレミアリーグ、セリア、ラリーガ、どこでも OK でございます。ぜひあなたの身近にある各国リーグで、メールを送っていただけたらと思います。懸命にペンネームを書いてフットボールフリークス @dazone.com、 フットボールフリークス @dazone.com まで送ってください。たくさんのメールをお待ちしております。僕の目標は、収録時間を短くしていくということでございます。あ、そう、頑張ります、よろしくお願いします。はい、はい、あ、そうで、ベイさん、ベイさん協力してくださいね。あ、頑張ります、はい、さあ、ベイさん、エンディングのお時間です。今週もここでチャンピオンシップ情報を教えていただきたいと思いますが、まあ、大きな動きというか決定といいましょうかありましたね。バーンリーの、はい、自動昇格が決まりました、はい、今日月曜日まで続いているイースターウィーケンドというのがあって、はい、イングランドクリスマスにボクシングで必ず試合をやるという習慣があるんじゃないですか、はい、実はイースターでもそういう似たような習慣があって、はい、イースターに祝日が2つあって、はい、グッドフライデーとイースターマンデー、はい、でどちらにも試合を開催する習慣が昔からあります。4連休の中で金と月、そう、だから土曜日基本試合やんないですよ、はい、だけどヨーロッパ大会の日程もあるので、はい、その習慣が残念ながらプレミアリーグからなくなっているんですけども、はい、チャンピオンシップ以下はそれがあります、はい、ですから今喋ってる今日の今日、月曜日に丸一節があるんで、はい、まだすぐ状況が変わったりするのですけども、まあ、さっきに金曜日でプレイしたのミルウォールとルートンタウンでそれが 0-0 だった。そのおかげでバーンリーがミルズブラとの難しいアウェー戦で勝てば、うん、はい、自動昇格が決まるという条件になったんですけども、1対2の勝利でバーンリーの、まあ、1年だけでの、プレミアリーグ復帰が決まりました、はい、まあ、本当に強いチームになっていて、
ショーン大使のプレミアリーグ時代のバーニーと全く違うチームになっていることが、はい、これからの、まあ、プレミアリーグ昇格するバーニーの楽しみですので、うん、もう来季どこまで、通用するか、はい、ちょうど見るの楽しみですけども、まあ、それが決まったのがただ単に時間の問題だったのかもしれませんけども、まあ、やっとそれが決定となったので、はい、ただちょっと問題があるのはレディングなんですよ、はい、今シーズン、まあ、頭の方結構いい成績を残していてちょっと期待していたんですけども、うんはい、実は大問題があります、勝ち点6ポイント剥奪ペナルティーがあって なんで6ポイントもこれはですね、はい、昨シーズンの11月にですね、はい、ファイナンシャルフェアプレー系の問題で、6ポイント剥奪のペナルティがあったのですけども、はい、その時点で決まった条件がいろいろあったんですね、はい、もうリーグと EFL とビジネスプランを共有して、はい、それに、従って経営しなければならない、はいまあ、ある意味でウェイジカップでサラリーキャップみたいなものになってたんですけども、はい、これ以内の予算で経営しなさい、はい、じゃなかったらもう6ポイントのペナルティありますよというのがもう一昨年の11月の時点で決まっていました。で1年間の成績をリーグに提出したら完全に従っていない、ちょっと反則があったということだったので、もう元から決まった処分がこれで適用されて6ポイント剥奪ということになったので、これでちょっといきなり降格するかもしれません、はい、レディング6ポイント剥奪ですので40試合で41ポイント現在22位でボトム3に、はい落ちてしまいました、はい、で正直最近ピッチ内でもあまり調子が良くないの で、ね、ちょっと厳しい状況に今なっています。そうですね、いや本当にまだあと何節コンセプト終わってそう今節終わってイースターマンデーの節終わって基本的に5節で、まあ、FA カップでちょっと勝ち上がった影響でバーニーシェフィルユナイテッドあたりちょっと試合未消化というのがあるんですけども、はい、基本的にあと5試合ですね、まあ、プレーオフもあるので、うん、シーズン終わるのがプレミアリーグより若干早いですね、はい、そうなんですよね、またね、プレーオフにどこが回ってどこが上がってくるかというところもまた注目をされますので、うん、昔もう何年も前ですけどスウォンジーがプレーオフ決勝で、うんまあ、勝ってプレミアリーグに昇格した年のそのウェンブリーでのプレーオフ決勝を見たんですよ、はいはいはい、で数日間内でチャンピオンズリーグと同じような時期にやってたんで、チャンピオンズリーグも見てるんですけど、はい、チャンピオンズリーグの決勝よりもよっぽど空気がすごかったです、はい、決勝のだってチャンピオンズリーグ決勝どこで開催していても実際のファンが少ない、はい、少ないんです。そうなんですよ、ね、だいたい2万2万ぐらいしかチケットが割り当てられないんで中立な方が多いじゃないですか。そうそうそう、やっぱりね、それよりももう真っ二つで、完全に、ウェンブリーだから、まあ、4万4万とかは確実に、いやいやいや、そんな感じそんな感じ、はい、で1シーズンのもの全てがかかってる一戦なんで、うん、しかもプレミアリーグに昇格すればプレミアリーグの賞金、そしてプレミアリーグから降格しても しばらくパラシュートペイメントという形でまだもらえるので、実はチャンピオンズリーグで優勝するよりもチャンピオンシップ昇格プレーオフ決勝戦で勝つ方が大きなお金になります。それがもう世界最高額の賞金がかかった一戦になるのも間違いないんで、で英国内でもチャンピオンシップ昇格プレーオフの決勝戦がチャンピオンズリーグ決勝戦よりも注目を浴びてしまうこともあるかもしれません。熱いです。これどうなんですか、チャンピオンシップの、まあ、権利はダゾン持ってるじゃないですか、おそらくプレーオフはまた別権利なのかな、ないのかな、あるんですか、ね、いや持ってないと意味がないですよ。持ってますよね。俺持ってて、ここは、ね、日本語つけましょうよって話ですよね、多分あのダゾンの上層部の方ご検討願えれば我々出張りますとね。来週はあのイングリッシュプレミアリーグのフリークス、あのこちらはですね、映像版スタジオから、はい、お届けしたいというふうに思っております。4月19日の水曜日の配信です。ぜひご覧ください。上さん、今日はいろいろなお話しましたね。そうですね、はい、脱線トークも多くて、ね、なんかもう台本がすごく真面目な話ばっかりでしたけども、私たち不真面目なんでいろいろと脱線してしまいました。はい、上さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、来週お会いしましょう。さようなら。